それでは再質問に入らせていただきます。今回の選挙は後藤氏にとりまして初めての三つどもえの選挙でした。開票結果は井手口候補が8305票、荒尾候補が5538票、中西候補が3595票、つまり井手口候補は全体得票の 47%、 半数を取ってないわけです。これをいろいろ私は言おうと思いません。ただ今後後藤氏を舵を取っていくためにどうして一つになっていくのか、ここが最も大事なところだと思います。三つどもえの選挙というのは今までありませんでした。市長、後藤氏を一つになって進めていく、この方策をどう考えていますか。市長、お答えいたします。申し訳ございません。後藤氏を一つにまとめていく方策、いろいろあると思いますが、まず私と議会の皆さんとの間でいろんなこれまで選挙を通じて どの候補を応援するとか、どちらの候補の方につくとか、いろいろあったと思いますけれども、いつまでもそういったことにとらわれていても仕方がないと私は思っております。政治の一つのあり方として、お互いが一致できる点を一つでも多く見つけていくことはとても重要なことだと思っております。私はそういう観点でこれから議員の皆様お一人お一人とお話をしていけたらと考えております。草野議員。はい、私も今市長答弁したように選挙終わったらノーサイドだ、そのもうや同じです。ただ一つ、昨日の一般質問のやり取りを聞いておりまして、非常に不安になりました。これは私だけじゃなかったと思います。前野口市長は結集をスローガンに挙げて行政を進めてまいりました。初めて三つどもえの市長選を戦った後ですから、今井手口市長がやるべきことはノーサイドを宣言し、後藤氏を結集するんだ、その思いをこの議会通じて市民に対して議員に対して伝えるべきと思いますが、いかがですか。市長。お答えいたします。草野議員のご指摘の通りかと考えております。選挙は終わりました。これからは私と市議会の皆様と有権者の皆様と、もちろん市役所の皆様と一丸となって後藤氏をより良くしていくために結集、まあ、この言葉はちょっと野口前市長と同じになってしまいますが、心を一つにして皆で力を合わせて、これから後藤氏を盛り上げていくことが重要になってくると考えております。草野議員。はい、わかりました。今自民党の裏金の問題や長崎県議会での大石知事の政治資金の問題で政治家の説明責任が大きく問われております。市長にお伺いします。政治家の政治説明責任についてどのように思っていますか。市長。お答えいたします。政治家としての説明責任はきちんと説明をしなければいけないという事態になったときにはきちんと説明をしなければいけないと私は考えております。草野議員。そうですね、政治家の説明責任の原則というのは
政府の説明責任とは、選挙以外で問われず、公職になった人、自らの決定と行動を市民に対して説明する義務であるということです。私が何を言おうとするのはお分かりと思うんですけど、昨日のやり取りを聞いとって、果たしてその説明責任をクリアできているのかなと不安があるんです。まあ、市長も一日、昨日のやり取りから終わってますので、昨日の様子に答弁に関して説明責任を行っていると考えてますか。市長、お答えいたします。政治家の説明責任は必要に応じて必要なレベルでいろいろなやり方で果たされているものと考えております。私もそのような観点で説明責任を果たしていると今は思っております。草野議員、説明責任を果たしていると思っていると、その言わんとすることは、政治家はその私生活も含めて有権者の負託を受けているんだから、当然私生活についても説明責任があるのだという説もあります。私はこれは正しいことだと思います。まあ、いろいろは別個として、私生活、個人のとこも公僕となった市長になったら説明責任があるんだと私は考えておりますけど、その点だけお答えください。市長、お答えいたします。きちんとまだ私の中で整理はできておりませんが、政治家となった今、きちんと公職にあるものは説明責任を私生活の部分であっても果たさなきゃいけない部分はあるかと思います。ただ一方で、私は政治家ではありますけれども、政治家になったばかりで、実際政治家ではありますけれども、守られなければならない私のプライベートな部分、この部分はあっても私はいいのではないかと、私は思っております。草野議員。分かりました。市長の考えは、そういうことで昨日の答弁をしたんだというふうに取らせていただきます。昨日の一般質問の中で、市長の問題で週刊誌に掲載されたことが取り上げられました。市長は何ら問題ないと今の答弁でも言っていると思います。ならば政治家として市民に対して説明責任があろうと思うんです。これは単なる噂ではなくて週刊誌に掲載された、この点についていかがですか。市長、お答えいたします。週刊誌の記事について、こちらでこの場で一つ一つ論評することは私は適切ではないと思っております。その上で申し上げますが、当時のことはまだ私政治家になる前の話ですので、なる前の時のことを多分報道されていると思いますので、私が今この場で特別コメントすることはありませんけれども、特に私やましいことはありませんし、そこは胸を張ってこれからもしっかり後藤のために頑張っていきたいと思っておりますので、これ以上説明することは今のところ何も考えておりません。草野議員、はい、やましいことはない、それは私も信じてます。議会で発言してるんですから、もしそれが嘘なら偽証罪で訴えられるでしょう、ね、ならば市長になったんだから昨日やり取り聞いとって何のことやろうかと多くの市民も心配してると思います。これに対して9月、昨日も何回も言ってますけど、9月5日以前のことに関しては自分は要するに答弁しないんだみたいな昨日発言やったですよね。一方では
自分が国会で国会議員と30年こうやってやってきたんだという実績はやって言ってるんですよ。私はそこ整合性取れないなと思います。でこれ以上この問題を市長に聞いても進みませんけど、週刊誌に載ったことは事実なんですよね。そしてその週刊誌も週刊新潮ある部分きちっとした週刊誌です。ここに掲載されたというのは事実なんです。そしてそれを市長はいや問題ないんだと言い切ってます。ならば当然週刊新潮に対して抗議をしたのか、今後するのか、それとも法的手続きを取るのか、ここはお答えしてもらわんと市民は納得しないと思います。いかがですか。市長。お答えいたします。この場でコメントすることではないと考えております。草野議員。見解の違いか分かりませんけど、この場で答弁せんと市民には伝わりませんよ。市長が言ってるのは週刊誌の記事は嘘なんだと言ってるわけですよ。ならば後藤氏があれだけ全国に書かれたんですから、あなたの力で法的手続きを取りますと後藤市民のために言うのは当たり前じゃないですか。いかがですか。市長。お答えいたします。この件についてはコメントは控えます。丸田議員、静粛に。草野議員。納得できませんね。皆さん傍聴も来てますし、ケーブルテレビインターネットでも見てるんですよ。信じてますよ市長。私は何問題ないんだ。しかし一方で週刊誌に書かれた、これは事実なんだわけですよ。後藤氏のために、井出口市長のためではありません。後藤市長のために週刊新潮を訴える、当たり前じゃないですか。いかがですか。市長。特に、お答えいたします。ごめんなさい、お答えいたします。私自身のことについて特に問題何もありませんので、それ以上のことは何も考えておりません。草野議員。なら言いましょう。考えてないなら考えてください。全国の後藤ファンの方々があの記事を見てるんですね。市長が施政方針で書いた舞い上がれで後藤は有名になりましたよ。バラカモンで同じようにあの記事を見ている人がいるんです。間違いの記事なんでしょ。なら後藤市民のためぜひとも今考えてなくても取るべきですよ。市長ができないなら私は分かりませんけど、後藤氏として法的に手続きを取ってもおかしくないんじゃないですか。繰り返し再度聞きます。今後の問題です。いかがですか。市長。お答えいたします。私は私自身のことについて何か問題があるとは思っておりませんので、これからしっかり後藤のために皆様と力を合わせて頑張ってまいります。これ以上のこと今考えておりません。しっかり仕事をしていきます。草野議員。これ以上のことを考えてない。私は後藤人としてプライドがあります。後藤のことでそう書かれたら当然事実ではないと言ってるんですから、訴えた当たり前じゃないですか。ここはもう少しいろんな方法で私も考えたいと思いますので、一緒に考えていきましょう。